ライフリング、ライフリング、ライファリングは、重砲の重砲を身内に施された、螺旋状の溝を意味し、日本語では市場、あるいは空船、空船、光線」、「線」は、線の別体。常用漢字でないため、線と書くこともある。もしくは空船と呼ぶ。この螺旋状の浅い溝で、重心内で加速される弾丸に旋回運動を与え、ジャイロ効果により弾軸の安定を図り直進性を、 高める目で用いられる。ちなみにライフリングのない格好銃方針から C の実弾を発射すると、先天されない弾丸は空気抵抗を受けて横弾となったり、でんぐりがえりながら飛ぶので命中精度は全く期待できない。こうしたイプの銃に FP-45 リベレーターなどの超至近距離用の簡易拳銃が存在する。なお、 同じく格好重心の三段重要スラック弾は、様々な方法、設けた翼により空気抵抗を受けて回転するなどで、やイ効果を発揮させている。ライフリングの点度、周期を、ライフリングツイスト、またはライフリングピッチと呼び、重心の能力を表す。1、12や1から12などと表記され、この場合は、弾頭が、 重心構内を12インチ移動して1回転することを示す。基本的には安定した弾道を確保するためにより重い弾頭の使用を想定したライフリングの方が点度が大きい周期が短い。ただし同じ弾頭の場合には点度が大きい方が若干初速が劣る。重心の内径は銃弾の外径よりも狭いため発射された銃弾にはライフリングによって あとが刻み込まれる。これがライフルマークで日本語では四条根、千条根と呼ぶ。なお、千の字を使った表記は誤り。複数の重心に同じ工作機械でライフリングを刻む場合、これを切削で行うと削る工具の刃が少しずつ摩耗するのでライフリングの形状は11丁ごとに微妙に異なってくる。そのため指紋と同様に銃弾から発射した銃器の 種類だけでなく個々の銃まで特定することができ、犯罪捜査に利用できる。ただ、現代では銃身を、心菌、マンドレルに打ち付けて、ライフリングを刻む工法になっているため、工場出荷時点で、ライフリングの形状が、同一の銃身が存在することになるが、この場合でも、銃ごとに、発砲のたびにライフリングが、わずかずつ摩耗し、独自性を持つことから、個体判別は、 可能とされている。ライファリングとは、古フランス語のライファラーから来ており、ライファラーとは、かすめる、削るというような意味である。重心にライフリングは施すことは15世紀終わりに、すでに、ウィーンのジャスパード・ゾーラーによって発明され、その後1520年に、ウィーンのブグシオーガスト・コターが改良を加えていたが、市場を刻み込む工程のための製作費の高さや、 弾丸が市場に食い込んで回転するという仕組み上、やや大きめの弾丸を押し込まねばならず、この玉米の手間による発射速度の遅さなど多くの問題らすぐには普及することはなかった。状況が変化したのは、1836年にロンドンのガンスミスであったウィリアム・グリーナーが考案したアイデアを、1849年にフランス陸軍大尉のクロード・エティエン・ノミニエが 採用した赤形状の弾丸であった。この弾丸は当時一般的であった球形ではなく、先端の尖った円錐形のプリチェット弾であり、球形の弾丸と同じように重口から込められ、内径より小さめで押し込めやすく作られていた。底部には穴があり、ここに木線、コルクが詰められている。発射時には火薬の爆発で生じた圧力により、木線が前進。 木船により押し広げられた弾丸の裾が広がり、それによって弾丸が市場に押し付けられ回転するのである。これをミニエー弾と呼ぶ。後には底部に鉄のキャップを押し付けて裾を広げ、木船が必要ないエンフィールド弾に発展する。フランスではミニエー銃は直ちに試験され、いくつかの実践を経た後、1857年にはフランス陸軍の正式装備となった。 他国もこれに追従し、イギリス陸軍は1851年にミニエー弾丸の特許を購入、プロイセン陸軍は1840年代から独自規格のライフル銃を製作していたが、1854年から1856年にかけてミニエー銃を導入、アメリカ陸軍は1855年にライフル銃に切り替えた。エマニュエル・カレッジ、ケンブリッジの数学者、 ジョージ・グリーンヒルが開発した、ライフリングのねじれ率を計算するための公式は、以下の通り。一方、ミュライ溝を切る、通常のライフリングのほか、次のような方式もある。市場法に対して、ライフリングの施されていない銃砲を格好銃、法王と呼び、火縄銃、散弾銃、迫撃砲、ただし、すべてが格好砲ではないなどがその例である。つまり、 現代では、拳銃やほとんどの銃火器はすべてライフリングの施されたライフルガンであり、その中で小銃のみをライフルと呼ぶのは本来奇妙なことと言える。これは、ライフリングが普及した19世紀後半に、四条銃をライフルと呼んでそれ以前のマスケット銃から区別したことに由来する。前奏式の大砲は、ミニ A 弾のようなプリチェット式の砲弾をそのまま使う。 わけにもいかず、ライフリング開発後も、長らく休憩弾を飛ばす、格好法であったが、長弾の弾頭にリベットをつけ、市場と噛み合わせて剪定する、ライトシステムが19世紀に開発された。リベットの頭とポリゴナルライフリングの溝の間に、大きな隙間があったため、現代の市場法に比較すれば、ガスが漏れやすく、発射の際のエネルギーロスは大きかったが、市場によって、 射距離を伸長し、長距離をより正確に砲撃することが可能になった。だが、方向からの砲弾装填の面倒さもあって、格好法を駆逐するには至らず、完全に市場法が普及するのは、アームストロング法をはじめとした後双方が実用化された19世紀末頃になる。20世紀になると法の大半は市場法となったが、冷戦期にこの流れが変わった。 それまでは、戦車の手法、戦車法にも市場法が用いられていたが、ライフリング回転の不要な、むしろ、ライフリング威力を落とすことになる、ヒート弾やアップフスズ弾が主流となった1970年代以降に開発された戦車においては手法に、格好法が採用されるようになった。例外的に、2016年現在において、イギリス軍最新の主力戦車、 チャレンジャーには 120mm ライフル砲を装備している。同砲専用砲弾の生産停止や他国との互換性の問題から格好砲への感想が検討れていたが予算不足により中止された。弾丸が重心の中を進む速度よりも火薬のガスが膨張する速度の方が速く弾丸がライフリングに食い込むようになると火薬の力が無駄なく伝わる反面。 重心内部の圧力が高くなりすぎるようになった。従来の黒色火薬では燃焼速度が高すぎることが問題になったので燃焼速度の遅い褐色火薬が発明された。あとにコルダイトなどの無塩火薬が使用されるようになっても火薬の燃焼速度は重要な問題であり燃焼速度を調節するために火薬は粒子状や棒状などに加工されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。